こんにちは、ふいこです。今回のテーマはアパートの入居費用を17万安くできたので、その方法を具体的に教えますっていうことなんですけども、私は節約オタクの会社員でですね、特に不動産関係の仕事についているわけでもないんですけど、4回引っ越しとアパートへの入居っていうのを経験していて、で去年このアパートに引っ越したんですけど、17万も初期費用を抑えることができたんですよ。と間取りは 3DK で52平米で築30年です。で家賃4万円の物件なんですけども、その初期費用がですねこんな感じになってます。家賃全納分っていうのが0円です。で1ヶ月フリーレントつけられたので初月だけ家賃無料でした。であと敷金4万円、これ家賃1ヶ月分ですね。火災保険料が年間4万2千円だったんですよ。ちょっと高すぎるなってことで自分で入って3610円にしました。初期費用としては6万3610円ということで、17万円安く入居することができました。で、交渉でやるべきこと、私が実際やったことの結論を先に言っちゃいますね。まず複数の会社に相見積もりを取る。これメールでできます。二つ目に内覧した日に契約しない。持ち帰るっていうことですね。で、次に交渉しましょうと。で、これはメールでしましょう。証拠を残せるのでっていうことです。で、交渉内容がこんな感じで、まあ、なんとかサポートとか消毒とか、書類作成費とか、謎の〇〇費っていうのは不要ですと。火災保険は自分で加入しましょうと。で仲介手数料は家賃かける 0.5 ヶ月以下を目指して交渉しましょう。ハウスクリーニング代はオーナー負担にしてもらいましょう。あとはフリーレント、敷金、礼金0円、家賃減額を交渉しましょうっていうことです。と交渉の時のポイントが、フリーレントにしてくれたら入居しますとか、相手側にメリットのある交渉をしましょうっていうことです。で以上が結論です。で結論なのでざっと話しちゃったんですけど、この後詳細に手順とか、私が実際メールでやり取りした内容とかコツとかお伝えするので安心してください。この結論のまとめを見て、そこまでやるのちょっと心苦しいな、ケチすぎないかとか、なんか言われないかな、不安だなって思う人いると思うんですけど、大丈夫です。私が書いたことって法律で決まってることだったり、国土交通省が出してる現状回復ガイドラインに載ってるようなことばかりで、当たり前のルールなんですよ。それを要求してるだけなので何もおかしくないと。でフリーレントとか家賃無料を要求するのってケチすぎないか、それっていいのかって思う人いると思うんですけど、フリーレントってね、こう入居を早く決めてもらいたい大家さんが自主的にフリーレントにしたりするくらいなので、賃貸物件の業界ではそんなにおかしなことではないというか、普通です。結構あります。なので、まあそんなに気遅れせずというか、進んでやっていったらいいと思います。当然の権利なので。管理会社さんとか仲介業者さんも、まあダメ元で見積もり出してきていて、何も言われなければこのまま支払ってもらおうみたいな感じでやってる側面も大いにあるので、本当に不要ですっていう感じにしたら4文字ですよね。その4文字をメールで打つだけで、あ、承知いたしました、じゃあ引いときますねって形で引かれる、数万円得するっていうのがあるので、本当に軽い気持ちでやったらいいと思うんですよ。で今回目次はこんな感じで、まあ結論で言った内容をそれぞれ説明していくので、まあ気になるところある方は概要欄から飛べます。まず最初に複数社に相見積もりを取りましょうってことなんですけど、まあこれメールでできますと。で、私よく数も使うんですけど、他の物件検索サイトでも全然構いません。何でもいいんですけど、とりあえずいい感じだなって物件を何件か、まあ見つけたら、そのページの下の方に行くと、この物件にお問い合わせみたいな書いてあるんですね。タップすると自分の名前とか電話番号とかメールアドレスとか情報を入力して仲介業者に問い合わせることができます。でその後メールや電話で仲介業者から連絡が来るのを待つっていう感じなんですけど、まあ私は基本的にメールでのやり取りをお勧めします。なんか言いくるめられちゃったりとか、相手はプロなのでゆっくり調べながらやりたいじゃないですか。なのでできるだけメールでやり取りするのをお勧めしてます。でもし電話が来たら、昼間仕事で電話出れないんでメールでお願いしますって一言言えば OK です。まあ仕事じゃなくても忙しいんでとかで一言言えば OK なので、それで進めていきましょう。例えば最初に送るメールの例文はこんな感じですね。〇〇と申しますって言って、〇〇アパート〇〇ご室の情報を拝見いたしましたって言って、初期費用の見積もりをお願いします。見積もりには保険料、共益費、手数料など初月にかかるすべての金額の記載をお願いいたします。で最後に署名みたいな感じで、でメールすれば初期費用の見積もりを出してくれます。で最後のその初月にかかるすべての金額の記載をお願いしますってところがちょっと私ポイントかなと思ってて、っていうのも私以前見積もりいただいた時に、その家賃とか敷金とかオーソドックスな項目しか書いてなくて、でそれでいざその契約してみたらそれ以上の金額を要求されて、え、なんだなんだと思って、項目を見たらなんとか料、なんとか料みたいなのが見積書に書いてなかったような項目が追加されてたんですよ。でそれで、あ、計算狂うじゃんと思ってめちゃくちゃ困った、嫌だなって思ったことがあるので、まあ、全部書いてくださいっていうのをおすすめします。
で、ここで複数の仲介業者に初期費用の見積もりをお願いするわけですよ。おすすめは3社以上なんですけど、まあでも2個以上出せばね、初心者としてはまあ上出来ですよ。うん。それで帰ってきたやつを見て、で、いろいろまあ敷金いくらとか、なんとか料いくらとか書いてあるんですよね。で、敷金とか家賃はまあ大抵変わらなかったりするんですけど、書類作成費とか消毒料とかそういうのが書いてあるかどうか、安いかどうかっていうのが一つポイントです。あとは仲介手数料が 0.5 ヶ月以下とか0ヶ月になってる、まあ、仲介業者さんを選んだ方がいいです。できるだけそういう、まあ、有料のところってことですね。まあ安いところ、変な費用とかいっぱい請求してこない、業者さんを選びましょう。で、次のポイントが内覧した日に契約しない、持ち帰るってことですね。この仲介業者さんがいいなって、有料そうだなってなったら内覧しに行くじゃないですか。もう内覧した日に契約するのだけはやめましょう。で、内覧した後にその仲介業者さんの事務所とかに行って、そのまま口頭でなんかいろいろお話ししたり、契約書にサインするとかってなると交渉もできないんですよ、ほとんど。やっぱり初心者なんで、口でなんか言おうとしても、このガイドラインがあるじゃないですかって言われたら、その仲介業者さんも、まあ、有料のところだったら、あ、確かにそうですねってなるかもしれないんですけど、そうじゃないと、いや、そんなことないですけど、やっぱり慣習でやっぱり違うんで、なんかさらっとスルーされちゃったり、流されちゃったりするので、ぼったくられる原因になっちゃうので、内覧した日は一旦持ち帰った方がいいです。仲介業者さんが、いい物件はすぐに売れちゃうので、早く決めた方がいいですよってよく言うんですよね。私も何回も言われました。で、不安になってその日のうちに契約っていうのが、私が過去にやってしまった失敗なんですよ。で、これ、実は意外とすぐ売れなかったりします。で、しかも売れたとしても、何日か経つと、またいい物件の空きがポンって出てくるんですよ、スーモとかに。で、まあ、仲介業者さんも、他の業者との取り合いみたいな形になっちゃうので、だから早く決めておいた方がいいですよっていうのは、いい物件はすぐになくなる傾向にあるのは、まあ、事実なので、まあ、そういう競争に勝つために早く契約してほしいっていう気持ちがあるのはすごくよくわかるんですけど、まあ、でもそれ言われた側は焦っちゃうじゃないですか。でも焦らないで、検討したいので、持ち帰ります。の一言で持ち帰れば OK です。で、次、交渉する。まあ、これがメインですね。メールでできます。で、内覧から帰ってきて、この物件良さそうだっていうのと、まあ、この仲介業者さんならある程度有料だから交渉にも応じてくれそうかなって思ったら、メールで交渉を行いましょう。交渉内容こんな感じで、最初に結論で言ったやつですね。で、これ全部メールでやるのをおすすめします。順番に理由とか、まあ、具体的にどういうふうにお願いしたらいいのかってことをこの後説明しますね。まあ、最初に安心なんとかサポート、と消毒代とか書類作成費丸々費とか、などの手数料っていうのは絶対不要ですってことです。まず安心なんとかサポートについてなんですけど、なんか鍵を紛失してしまった時に24時間サポートとか、なんかちょっとした水漏れがあった時にサポートしてくれるみたいなの聞くと、いや、やっぱ不安だな、安心したいなと思って払っちゃうし、まあ当たり前のように見積書に書いてあるから外せないのかなっていう、なんか外すっていう発想がなくて入れちゃうっていう人結構いると思うんですね。っていうか私がそうだったんですけど、なんですけど、これサポートに書いてある内容って火災保険で対応できるんですよ。火災保険って火災って名前ついてるんで、火事が起きた時のためのものかなって思う人いると思うんですけど、まあもちろんアパート内で自分の過失で火事を起こしてしまった時の保証っていうのもありますけど、あの壁を傷つけてしまった時だったりとか、すごいもう水浸しにしちゃって下の階まで影響が出てしまった時とか、あとは先ほど言ったような24時間あの鍵紛失した時のサポートとか、ちょっとした水漏れへのサポートっていうのも火災保険に全部入ってるんですよね。この後ちょっとまた火災保険については説明するんですけど、自分で火災保険選べるので、そういったプランでもうちょっと手厚く安心したいってなったら火災保険の方に入れればいいだけです。で、しかも火災保険って年間数千円とかなので全然安いんですよね。安心なんとかサポートってもうちょっと高いと思うんですけど、なので安心なんとかサポートは不要です。で、全然外せるので、これ仲介業者とか管理会社が強制できるものではそもそもないんですよ。なので外しましょう、不要ですって言えば OK です。で、基本的にそもそもなんですけど、仲介業者が取っていい手数料というのは仲介手数料のみです。なのでそこはちょっと一つ覚えておくといいと思います。で、仲介業者の利益っていうのは仲介手数料を大家さんからもらう、あるいは入居する人から 0.5 ヶ月以下でもらうっていう時点で発生してるので、何も気に病む必要はなく言えませんって言えば OK です。で、この辺は交渉以前の問題なんですよ。なので請求されなくて当たり前の部分なので、別に払う必要全くないということですね。で、まあ私がこのアパートに入居を検討した時はですね、消毒代っていうのが3万円あったんですよ。で、見積書もらった後に単にメールで
消毒は不要なので外しておいてもらえますかって書いたら、承知しましたみたいな感じでさらっと3万円初期費用が安くなってました。まあ、そんな感じなので、別にそんなに構える必要もなく、いらないですって言えば、あ、はいみたいな感じで通ることも結構あります。ただ変な業者だったらなんかごねられるかもしれないので、そういった業者は入居者に強制できるわけじゃないのにごねてるってことなんで、あんまりお付き合いしない方がいいですね。で、ちなみにその消毒代、害虫駆除代みたいなのなしにしたんですけど、これ築30年のアパートですけど、害虫見たことないですね。あのゴキブリ一回も見たことないんですよ。結構田舎なのに虫全然いないっていう感じですね。で、消毒に関しては、北海道のアパマンショップで事件が起こったことがあって、まあ知ってる方もいると思うんですけど、まあ掃除とか害虫駆除費として請求しておいて、よくあるのが消臭スプレーで収集するだけっていうのが、よくあるそのずさんな害虫駆除だったり、ずさんなクリーニングだったりするんですけど、その収集すらせず、スプレーだけ買って事務所に180本置いてたらしいんですよ。で、そのスプレーを廃棄しなきゃいけないからガス抜きってことで、室内でガス抜きしちゃって、で、それが引火して爆発っていうことで、そういう事件があって、そのずさんな管理っていうか対応っていうのが明るみに出たっていう、まあ事件なんですけど、こういう事件があるくらいなので、基本的に仲介業者、管理会社の、まあ、害虫駆除とか消毒っていうのは信用しない方がいいと思います。そもそも消毒しない、まあやっぱり前の入居者がいるとね、コロナ禍っていうのもあるし、除菌してもらいたいな業者にっていう場合とか、まあ、害虫気になるっていう方はですね、自分で頼みましょう。で、バルサン炊いても割と効果ありますし、ダスキンさんの害虫駆除サービス、まあ、除菌付きにもできます。そういったプランがあるので、それを利用してもいいと思うんですね。 2LDK で1万5000円からって書いてあったので、全然その仲介業者さんがやるものより割安だと思います。まあ、ダスキンさん以外にも今ネットで調べればそういうことやってくれる業者いっぱいいるじゃないですか。全然その質もいいし価格もいいっていうものがいっぱいあるので、自分で手配しましょう。次に火災保険は自分で加入ですね。よく火災保険は管理会社指定のものが見積欄に書いてあって、なんか年間2万とか請求されると思うんですよ。で、火災保険は入居者が見積とかでアパートを水没させてしまったりとか、まあ、それこそ火事を起こしてしまったりとか、まあ、火災以外にも効くんですね。壁とか、まあ、備え付けの家具を壊してしまった時とかのためのものです。この火災保険もそもそも強制できないものなので、あの、指定されたものに入る必要は全くありません。で、これすでに入居してる人でも解約しますって言って違うのに乗り換えてもいいと思います。で、乗り換えた方がその違約金とか解約料よりも安いってことがほとんどなので、それだけ年間2万円の保険料っていうのは高いんですよ。で、私の場合は年間4万2000円請求されてて、いや高すぎだろうと思ったんですけど、で、なしにしますって伝えて、自分で年間3610円の保険に入ってます。で、私が入ってるのはチューリッヒの少額短期保険っていうやつで、実は強制加入のものよりも保証内容が厚くて、年間3万8000円も安いのに質がいいっていう、なんだこれはって思ったんですけど、何が起こってるんだろうってことなんですけど、まあ要するにやっぱりそういう保険の部分でもその利益をもらいたいっていうのでやってるんでしょうね、仲介業者さん、あるいは管理会社さんが。で、ぶっちゃけ別に注意費じゃなくてもいいです。自分で加入すれば年間高くても6000円とかなので、まあ年間2万円とかする強制加入のやつよりは絶対1万円以上は安いんですよ。だからもうどれでもいいから自分で入ればいいと思います。で、火災保険ランキングっていうページがあって、まあ概要欄に貼っときますけど、そこから飛べるので、で、まあ、そこに一覧があるので、もう好みのところを選べば OK で、ちょっとした水漏れとか、あの鍵の紛失にも対応するような24時間サポートみたいなのが火災保険に一緒になってついてるプランが結構ありますんで、その辺は内容見てみてください。で、そういったサービスもついてて年間数千円なわけですから、仲介業者の見積もりに書いてある〇〇サポートとか火災保険っていうのがいかに高いか分かりますよね。で、ここまでが当たり前の要求です。本来必要ないものを請求されていたわけですから、まあ、交渉以前の問題だったわけですよ。で、ここからが真っ当な交渉です。ハウスクリーニング代はなしにしてもらうですね。で、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインっていうのがあって、それにハウスクリーニング代はオーナーが負担するのが妥当って書いてあるんですよ。で、まあ内覧時にもちろん綺麗だったらハウスクリーニングしてもらう必要もないし、まあそもそもガイドラインにオーナー負担って書いてあるっていうね。
なので請求される時点でちょっとおかしいということです。で、一つここで注意してもらいたいのが、入居時じゃなくて退居時にハウスクリーニング代を請求されることもあるってことですね。で、これ契約書に退居時にハウスクリーニング代を請求みたいに書いてあることがあるので、契約書を確認しましょう。で、あるいはクリーニング費用請求してますかってその場で聞いてもいいです。もし書いてあればなしにしてもらいましょう。契約書にサインしちゃうと、その現状回復ガイドラインではクリーニング代大家さん負担って書いてありましたよって言ったとしても、いや、あなたサインしたでしょ契約書にって言われちゃったりするので、なので契約書にサインする前に確認するっていうのが大事です。で、次の交渉が、仲介手数料は家賃かける 0.5 ヶ月以下を目指しましょうってことです。で、仲介手数料って1ヶ月のところが多いと思うんですよね。宅建業法っていう、まあ、法律でですね、 0.5 ヶ月までって定められてるんですよ。やばくないですか？法律ですよ。で、まあ、ホームズでいいページがあったので引用しますね。まあ、こういう風に書かれてます。これ概要欄にリンク貼っときますね、このページ。すごくわかりやすく説明してくれてます。で、これつまりどういうことかっていうと、基本は仲介手数料 0.5 ヶ月ですよってことです。だけど、その例外的に見積書にも契約書にも仲介手数料1ヶ月って書いてあって、アパート借りる人からサインももらったから1ヶ月分もらっていいよねっていう例外的なことをみんなされてるってことなんですよ。なので見積書の時点で仲介手数料1ヶ月とか書いてあったら、法律で 0.5 ヶ月までって決まってますよねって返してみましょう、メールで。有料なところなら指摘すればすぐに 0.5 ヶ月にしてくれます、法律なんで。ここで渋るような業者っていうのは相当やばいですね。だって法律ですよ、法律。まあ、なのであまりそういった業者はお付き合いしない方がいいかなと思います。次に、フリーレント、敷金礼金0円家賃減額を交渉ですね。で、ここでポイントが、フリーレントにしてくれたら決めますとか、相手側、つまり大家さん側にメリットのある交渉の仕方をしましょうってことです。で、フリーレントっていうのは家賃無料ってことですね。で、1ヶ月フリーレントって言ったら1ヶ月家賃無料とか、まあ最初の月が家賃無料になるってことなんですけど、無料を要求するなんてケチすぎるって思う人もいると思うんですね。あるいは、そんなこと言っていいの申し訳ないんだけどっていう人いると思うんですけど、賃貸物件のやり取りではフリーレントって割とオーソドックスで、早く入居を決めてもらいたい大家さんが、まあフリーレントにしますよって言ってくれたりするので、全然そこは気遅れせず言ってみていいと思います。これ真っ当な交渉なんですよ。で、外注駆除費をなくすとかは、仲介業者とか管理会社が利益として別に強制できない費用を請求されてるので、まあそれは当然なくしてくださいっていうのは当たり前の要求なのに対して、今回言ったような家賃減額とかフリーレントにしたいとか、敷金礼金0円にしたいっていうのは、大家さんと借りる人、まあ自分の交渉、真っ当な交渉なので、お互いにメリットのある提案をしましょうっていうことですね。だからフリーレントにしてくれたら決めますって、もしその借りる人が言ったら、仲介業者がそれを聞いて大家さんに伝えて、で、大家さんの方で判断して OK が出たら本契約みたいな形になります。で、私の場合フリーレントはスーモに物件情報が書いてあった時点で、フリーレント1ヶ月って書いてあったので、まあ、こんな感じで交渉しました。家賃を2000円下げてほしい、あるいはさらに1ヶ月フリーレントをつけてほしい、で、無理そうならエアコンまたはウォシュレットをつけてほしい、上記3点のどれかをしていただけたらこの物件に即決します、入居しますっていう風にメールで伝えました。で、仲介業者さんはどういう結果になるか分かりませんが、大家さんに聞いてみますっていう回答だったんですね。で、1週間くらいしたら、家賃減額と1ヶ月さらにフリーレントっていうのはできないんですけど、エアコンとウォシュレット両方つけます。で、入居日までに工事しておきますのでっていうふうに言われたんですね。で、まあエアコンとウォシュレット、価値としてはまあ工賃入れてだいたい6万円くらいだと思うので、結構得できたなと思ってます。絶対フリーレントじゃなきゃダメだみたいなのじゃなくて、一点張りじゃなくて、相手に選択肢を与えた上で、決めてくれたらもうその入居を即決しますよっていう、相手側のメリットも考えた、選択肢を与えて相手側のメリットも考えたような提案っていうのが、まあ、聞いたのかなと思います。最後に、以上をまとめると、まあ、こんな感じですね。複数社に相見積もりを取る、メールでできます。内覧した日に契約しない、持ち帰る、交渉するメールでしましょう。交渉内容は安心なんとかサポート消毒、丸々費は絶対不要、火災保険は自分で加入、仲介手数料は家賃かける 0.5 ヶ月以下を目指して交渉、ハウスクリーニング代はオーナー負担にしてもらう、フリーレント敷金礼金0円家賃減額を交渉、交渉のポイントとしてはフリーレントにしてくれたら入居しますなど、相手側にメリットのある交渉をしましょうということです。まあ、最後になんですけど、
交渉は慌てずゆっくりで大丈夫です。仲介業者さんも早く入居してもらいたいので悪気はなくても焦るような言葉をかけられたりするんですけど、まあ、全部持ち帰って決めますの一言で OK です。この動画以上なんですけども、他にも節約について気になる方は私のチャンネルの節約の再生リストを見ていただくと、まあ、節約を続けるコツだったり楽な節約方法だったりっていうのを発信しているので、ぜひ見てみてください。高評価チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。